結局僕、今の年齢だったら、いっぱいの社長さんとかに会うんですよ。いっぱいの成功者に会うわけじゃないですか。けど、本当に不幸せそうな人いるんですよ。切り抜き世界一。正直、俺今借金10億円ってよく大丈夫か大丈夫かって言われとるけど、その分、稼ごうと思ったら稼げたり、知名度やったり仲間やったりこうファンもいっぱい追ってくれるやん。けど、当時って、DJ もやってなければ、レペゼンでもなくて、ただ一人間で、イベントはやっとうけど、俺には何の価値もないわけよ。俺が開くイベントにお客さん来てくれとうだけで、このイベントもこけ出して、失敗しだして、で、俺は会社やっとうけど、まあバーも全部回らんくなって、全部なくなったわけよね。その時の借金、やっぱ3000万とか6000万とかあって21歳の時、でもちゃうもんね。ちゃうもん。もっと言えば、その前とかの、東京でイベントやっとう時の、200万円ぐらいの借金の方がきつかったもんね、どちらかというと。19歳ぐらいの時にやっぱ150万とか200万とか借金ある時とかは、友達から、その時の、要は、その時の、博多駅の時の6000万とかの借金って、まあ、3000万は未払い金だよね。借金って言っても借りたお金じゃないよ。で、3000万はやっぱ500万とか1000万とか借り取ったわけね、いろんな先輩に。けど、その前の200万の借金は、友達から5万ずつ借り取ったわけ。もういっぱい友達が5万貸してくれ、10万貸してくれ、20万無理か、じゃあ15万でいけんかしら、じゃあ10万貸してくれみたいな。で、来月返す、来週返すみたいなのを、まあ、30人、40人、50人とかやりよったわけよ。めっちゃきついよ。スーパー自転車装備やね、それも。いや、本当に友達から5万ずつ借りた時の200万の借金とかの全然きつかったの。しかも本当にまだ何もない。でも会社も作ってないし、バーも作ってないし、博多ライフもない時の200万は、きついね。わかる。だから俺友達から、いや、お前も嫉妬やつなんやけど、嫉妬わかる？わかるよ。あいつからいきなり LINE が来て、100万、もう本当に100万貸してほしいみたいな。100万が作り方を教えてほしいみたいな。しようか悩んどって言われたっちゃう。俺、10億円借金ある人に言ってもって思うけど、わかるその気持ち。その時の100万、えぐかったっけ俺やっぱ。金額じゃないわけよね、結局。わかるわかる。だけど、その時の状況とか、ね、状態による。そう。だけど、わかる気持ちは本当に、本当に、今、黒子悩んでるってずっと言われとって、俺はそんなちっちゃい金額で悩むなとは言うけど、けどわかるよって言う。けどわかるよと思う、めっちゃ。経験しとおけね、それを。うん。っていうのはあるな。そう。どういう選択が自分でできていけるかやけどね。うん。だけど、そういう意味ではお前はずっと体張ってきとおけね。うん。はい。もう一つでここまでやりやがっとおもうだから逆に、ちょっとよそっとのことじゃもう大丈夫やけん、逆にこう刺激を求めてもっとこうやってしまうことがもう、ずっとこれで終われないやろね。まぁちょっと病気よね、もう病気やんね。病気なんでしょうね。そうなんよ。刺激依存症。俺あの、水崎くんの5年前ぐらいに、いい言葉をね、もらったっちゃう。お、ありがたき先輩からの言葉。そう。借金でやっぱ首が回らんで、やっぱ困ったりとかして、メンタルもやられて自分で追い詰められるやんか。そういう時水崎くんやったらどうするみたいな話した時に、いや、払えも払えちゃうけどさ、考えてくれない。で、もう、ドシンプルなのが出て、あ、確かに、みたいな。いや、わかる。そう。悪くないっちゃ。そう。だけど俺、お金返してこん人とか、お金トラブっとう人を悪い人ってみんな言うやん。うん。けど、悪くない。返せんことは、ミスやけん。そう。したくてミスっとうわけじゃないけど、まあ返せるんで返さないと悪いやつ。そう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 。けど、貯金残高が0円なのに、返せる金がないのに、どうしたらいい？そう。で、みんな嫌になって飛んだりとか、連絡を返さんかったり、電話ぶっちしたりしてじゃん。悪いわけよ。そうそうそう。それが悪いことない。そうそう。だけど、美咲くんもその時に、やけん、もう、正直に言うよ。金ないけど、逆にどうすればいいっすか？そう。だけ、金ないことは仕方ないことじゃないけど、それで飛んだりとか、ね、それはダメだよ。ほんとに、むしろ謝りに行ったら、それでなんで解散せって殴ったら殴った人の方が悪いっちゃうけど。ぶっちゃけ。ね。っていうのはある。まあ、いっぱい苦労してきましたね。そうですね。はい。本当にね。ね。いやでも、結局、なんていうかいな、あれよね。いいこともあるよ。こういう人生って。その分、今が幸せに感じたりとか、もう並大抵の辛いことやじゃ全然そんな辛くない、みたいな。そうなんよ。普通に、ね、鼻ほじってとかで、あと、本当に自分がやるべきこととか、大切な友達とか、いっぱいのことに気づけたりとかするやん。は、結構なんか、いいことと思ってね。で、やっぱ、その嫌なこともある人って、いいこともめっちゃこうある人生か、どっちもない人生かって言われたら、まあ、人それぞれやけど、まあ俺はやっぱ、
こうなった方が俺は好きやけん。やっぱ、まあ、その、要は、飽き性やけん、それ。まあ、どっちも経験しとうけん言えることよね、まあ、それは。確かに、確かに、確かに。人間は何を持っていけんけんね。そうそう。うん。そしたら、今生きてるうちに何をね。やりたいことをやれる環境を作っていくのが一番いい。確かに、やりたいことやるっていうのが一番大事だと思うんです。これ結局僕、今の年齢になったら、いっぱいの社長さんとかに会うんですよ、うん。いっぱいの成功者に会うわけじゃないですか。うん、けど、本当に不幸せそうな人っているんですよ。うんうんうん、つまんなそうで楽しくなそうで毎日は、みたいな、もう、お金持ってるけど、キャバクラで相手にしてもらってるだけとか何百万とか使って、うんうん、でもなんか違うとかだったり、なんか、ね、芸能界でうまくいってるのにずっと病んでるとか、うん、なんか、みんなが羨んでよ。みんなお前みたいになりたいのに、うん、なんでお前はそんなうまくいって、うん、そんな病んでんのってなった時に、やっぱ、結局だけ、成功しとうけん幸せってわけじゃないわけ。だって成功しとうよ。毎日美味しい焼肉食べた女だけってみたいな。で、ね、この人もさ、職業でうまくいってみんなからキャーとか言われて、社員してとかって言われとるのに、不幸せそうなんよ。でも失敗しながらも幸せそうなやつって周りいっぱいおるやん。なんか楽しそうなやついっぱいおるやん。その、ね、ヒカピーとかもね、あんなに怒られて、ぶち切られてさ。全く今同じこと思ってた。そう。っていうやつも大事だと思う。いい代表だ。結局大事なのって、あ、じゃあ、だけど俺それで思ったのが人生で結局大事なのって、成功か失敗じゃなくて、幸せか不幸せが大事じゃんね。だけど、みんな成功したい、成功したいって言うやん。けど、成功して不幸せになる可能性があったら、みんなが考えることって成功したい、失敗したくないじゃなくて、幸せになりたい。で、不幸せになりたいの方が大事なわけね。だけど、自分が何やった時は幸せかは人それぞれ。俺はね、ほら、白ご飯食っとっても、なんか全然好きじゃないけん、あれやけど、みんなは白ご飯好きやけん、白ご飯食っとって幸せなわけやん。確かに。かそれは、人それぞれやけん。いや、だけどさ、うん、俺思っちゃうけど、やっぱお前と話って、うん、なんかやっぱ面白いんやんか、うん。で、やっぱさ、これって、なんつうかいな、やっぱ、その引き出しの数やんか、うん、今までやってきた経験で。で、なんかさ、なんか昔なんかのさ、小説で見たことあるけど、うん、例えば空港の待ち時間に、うん、なんかめちゃめちゃ俺金持っとうぜ、みたいなやつと、お前みたいに、経験めっちゃ持ったやつ、どっちと一緒に降りたいかよ。間違いなく引き出し多いやつと降りたいって思うよ。でも、そんな状況じゃなかったら、なんか金持ちにこうなるやん。そうそう。でも、実際そういう状況だった時に、やっぱ、金持ってなくても、なんか俺めっちゃこんなもんでチャレンジしてんだ、みたいなやつと一緒降りたいやん。確かに。だけん、やっぱそういうやつが周りに恵まれるし、やっぱ味方して、押されていくんだよね。おぉ、ありがとうございます。今回の炎上万博ってすごいいい例やったと思うから。あ、本当に。正直1ヶ月で、やっぱもう、うわーとかもなるし、うん、なんかこう、うわーってなっとったけど、結局やりようときってめっちゃ楽しいと思う。で、実際こう、バーって、ああいう風になって、で、終わりました。もう充実感があるし、なんかもう疲れも吹っ飛ぶ、そんな。確かに確かに。今楽し、今生きてる。俺生きてんだ、みたいな、うん。それが一番やっぱ思える瞬間。うん、こういうのなんかどんどん作っていった方がなんか幸せになれるのかなとやっぱ思うね、うんうん。俺とかだってもう絡む人、逆に言うと俺、みんな成功者とかさ、芸能人とか結構わーってあるけど、俺絡んどる人って別にそういう絡んどる人じゃないやん。うんうんうん、で、俺絡む人って多分基本的に元気かどうか、ね。確かに。確かに。もう、じゃけん。俺の周りの人ってずっとみんな元気って言っちゃうね。要は、だけ言うたら伊原も元気やん。うん、やってやるぜみたいな。いや、ヘズマリュウとかもさ、絡む姉妹みんな嫌いでさ、絡まないでって言うけど、俺はやっぱ嫌いじゃないわけよ。伊原も、ヘズマリュウも、あのヒカピーとかも、うん、みんなから嫌われて、でも、あいつたちやっぱ元気だよ。あのユタポンとかみんな嫌いって言うけど、俺は好きで、やっぱ、元気や、うん、やってやるやみたいな。うん、で、成功した人でも、全然元気な人っておるわけよ、やっぱ。うん、なんか、どちらかというとやっぱこう、なんか、家で遊ばずネクラでみたいな人は、うん、なんか、喋っとってもあんま楽しくないけど、俺はね、うん。うん。その人否定するわけじゃないけど、俺は元気な人が好きってだけ。うんだけど、さっきの話じゃないけど、うまくいっとる人かどうかっていうのは、俺あんまりどっちでもよくて、うまくいってなくても、うまくいっとっても、元気やったら俺絡みたい。うん、それ大事じゃない？大事やね。元気なやつが、俺ね、じゃあ俺が元気やしね。やっぱ年から年中ずっと。いや、思う。でも、お金借りすぎて返せるかわからない。でも、大丈夫もし返せる。